はい、えー。続きましてですね、今度はサウンドファイルの方を読み込んでみたいと思います。はい。サウンドファイルの方はですね、ちょっとこちらの方から、そうですね、サウンドっていうのをちょっと選択しまして、読み込みます。まあ、サウンド形式、様々なファイル形式を読み込むことができますので、大方対応してると言っていいと思います。はい。今回は MP3 のですね、ファイルの方を読み込みます。はい。読み込みますと、まずこちらの方ですね。はい。こういった波形が表示されます。 ムービーですと、まあ、ムービーのサムネイルっていう形なんですが、オーディオの場合はこちらをですね、スクラブしても何も起きません。もちろんですね、左側の、はい、サムネイルのところには、オーディオの形式が記載されているのが確認できます。さあ、まずオーディオをですね、ダブルクリックします。ダブルクリックしますとですね、ソースパネルの方にですね、このような波形でオーディオが表示されます。じゃあちょっと再生してみましょう。 いった具合にですね、通常にまあスクラブしてもですね、こういった形で確認することができます。また、オーディオの方はですね、今こんな風に見えてるんですが、例えば比率を変えてみたいなとかった場合には、真ん中をですね、掴んでいただいて、このような形で変えることができます。また、波形の大きさをですね、調整するには、こちらのですね、ボタンを、はい、こういった形で動かすことによって、この波形の大きさっていうのを変えることができます。そしてですね、タイムラインパネルに持ってくる場合には、 はい、こちらのですね、オーディオの部分をクリックして、A と書かれた部分ですね、こちらの方に当てはめることができるわけです。またですね、オーディオの方なんですが、例えば読み込んだときにですね、音量が異様に高いだとか、異様に低いだとかという事態が起こると思います。そうした場合はですね、ウィンドウから、オーディオクリップミキサーというのを開いてあげてください。はい、オーディオクリップミキサーを開きまして、このソースパネルですね、そのソースパネルを選択しますと、このような形でですね、 こういったレベルが表示されますすここの段階でですね、はい、こういったスライダーをですね上下に動かすことによってオーディオのですねディフォルトの値というのをですねこの場で決定することができますのでぜひご活用いただければと思います。